国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団は国際連合とアフリカ連合が共同で行っていた平和維持活動ダルフール紛争に伴うものであり2007年7月31日の国際連合安全保障理事会決議1769に基づき設立されたアフリカ連合ダルフール派遣団を引き継ぐものである 2020年12月31日に活動を終了した。ダルフール紛争においては2004年よりアフリカ連合による平和維持軍であるアミが派遣されていた。アミは7000名以上の規模となったが実効的な成果は少なかった。2006年には国際連合安全保障理事解決議選706により 国際連合スーダン派遣団をダルフールにも展開することが決議されたが、スーダンの反対により展開はなされなかった。2007年には、資金面の問題により網の活動が困難になりつつ、あり、アフリカ連合は、国際社会に支援を求めた。アフリカ連合とスーダンに影響力を持つ中華、人民共和国の主導により、2007年7月31日に、 アンポリ決議1769が採択され、国連と地域機構の初合同の平和維持活動、国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団が編成されることとなった。アンアミドの最大規模は、兵員約1万9000名を含む2万6000名が承認されている。2019年8月時点の規模は、軍事、警察要員6155名。 文民要員2620名、国連ボランティア102名となっている。アンアミドの任務は、必要な人員、機材、施設を保護し、事故の要因及び人道支援活動に関わる、安全を確保することと、和平合意の速やかな履行を支援し、市民を保護することにあった。アンアミドは2007年に、アミより、指揮権限を移譲された。2017年情勢回復により、 希望縮小。2020年12月22日に行われた安全保障理事会では本活動の終了を満場一致で採択し、アンアミドは同年12月31日に終了した。2021年6月30日までにすべての辞任が撤退する予定。ありがとうございます。